えー、ようこそおいでいでただきました、えー、今日という日がね、本当にもう特別な落語会になりましたね、えーまあ、私的にも本当に一朗師匠、金太郎師匠、大先輩が前方を務めていただいてのとり、えー、ということでございまして、まあ、円楽師匠プロデュース、ね、博多天神もそうですし、えー、北海道でもね、札幌でも、えー、その落語祭りが始まっているという、でこの満を持して、東京のこの選ばれたお客様の前でやる会でございます。えー、もうなんとも言えませんね 先ほど一長市長も、ね、おっしゃってました、2か月休んで、ね、2か月ぶりに出たら、ちょっと足が震えるくらい緊張したんだという、あれも確かにわかりますね、なんかね、そのコロナボケっていうのが、ね、あるんですよ、私も。なんだかど、どうやってこうお,お客さんの前で落語やってたかっていう感じになるんですよ、え、そんなことないでしょ、もうずっとやってるんだからっていう感じですけれども、やっぱりね、それほど毎日うちにいるということは、落語家にとってよくないことですね。 えなんかこうこ、う感覚を奪われるといいますか、だから皆さんの方を見ていても、そういう感じしますね、どうやって笑っていいかもう分かんなくなってる感じっていうのが伝わるんですね、これね、それはお互い様なんですよ、どっかで、だから芸人も、もうここへ来る方っていうのは、多分ね、今日ここは生で始めた落語あのコロナ後ね、じゃない人が多いんじゃないですか、もう結構ライブは行っているというぐらい、もう落語がなければ生きていけないという人が多分集まってるはずですよ、そうでない人は多分配信組だと思いますから。 ですからそう思ってね、こうお話をしますけれども、だから、なんでしょう、言ってでしょう、芸人がこうねちょっとリハビリですからみたいなね、ちょっとリハビリとしてやらせていただきますみたいなことを言うじゃないですか、あれはね、本音ですよ、はっきり言いますけど、本当に感覚が分からなくなっちゃうんで、お客様と胸を借りて、こうやって、あこれでいいんだとか、あそこは違ったんだとか、そういう感じでこう降りてくるわけ。とね、それはいいんだけど、微妙でしょあの仕事も途切れ途切れだから。 もうここ最近ね、出るたんびリハビリなんですよ、全部が。ずっとリハビリなわけ、これ。たまんないですよ、これね。もうよくわからないんですよ。で、リハビリ、リハビリと来て、こうやってお客様がいればいいけど、もうどうかすると、無観客の配信の会があるわけですよ。とね、もう独断上だから、なんだかわかんないわけ。これ果たして面白かったんだか、そうでないんだか。というのがね、どこの落語会とは言えませんけど、落語研究会ってのうの間行ったんですよ。<laughs> まあそこはもうもともとお客様がね落を研究するんだというね真面目なお客様の集まりですから、ね、あの国立の小劇場ですよ、えー、ここもそうですけどねあんまりこの近代的なビルの中でね長い話を聞こうってこれほど滑稽なことはないですよはっきり言ってそれが国立も立派なこうね、えー、ところで、えー、もう寄せがどうしてあんな提灯をねこうこう下げてるんだっていうそれをお客様に陽気になってもらいたいからだっていうものをこう排除したような劇場ですよきちっとこうね。 場真面目なものしかやりませんうちはみたいなそこでの落語研究会ですから、ええ、でもちろん出番があるといつもあのネタこの演目をチャレンジさせてもらおう、ね、もう諸先輩方がやってる、ええ、そういう演目をチャレンジするわけですよで、ええ、ついえ先週かなありましたよ、ね、え久しぶりの出番で黒木さん鳥で取ってください今日みたいな感じでありがとうございますで今日の一丁師匠もご一緒でした中襟を一丁師匠がおとりになって鳥でやろうってその日が えー、無観客配信の日ですよであの放送でねご覧いただくといつも23時とか24時25時26時で何時だかわからない時間帯にあるあのね まあ、リアルタイムに見る人はなかなか少ないか、えー、あるいはこう録画をしていただいているかもしれませんけれども、まあ、今、BS もありますよね、両方地上波と TBS でやってますけれども、あれね、ご覧いただいた方はご記憶だと思いますけれども、あの終わった後に、すぐこの次の演者の出囃子っていうのが流れるんですよね、今もこうそうですけど、あの受囃子っていうんですけど、そういうのが流れないんですよね、あれはね、もう放送ありきだから、お客様がライブでいっぱい研究会入ってるのに、そういうことしない。ね、もう1回終わっったら無音のまんま下がって でまたた改めてて収録の次の人の次人出出が流れたら出てくるだからお鳥の人間もそうですよ。鳥はね終わると、まあ、今日はもうすぐその終わったらドラ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 と追い出し大工っていうのがあのかかると思うんで生で今日もやっておりますんで、えー、前座さんが叩いてくださいますけれどもでそれが落語研究会はないわけ。もう鳥も「もうありがとうございました」なんて言うもう無音のまんまっと降りてで降りて。放送の あれがこう,かこう録画が終わったらドロ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 ってなって帰るわけですよ。でそれを無観客でやるってどう思います皆さん。ただでさえ厳しいわけそのシーンと終わったとのシーンとしたのが。ええだからもうその時も一張師匠が「大変だねあんちゃん終わって追い出しも聞こえないで一人でこう頭下げてて大変だね」なんて言って言われた通りですよ。ええ。 一人ももスタッフの誰いいないんですよ、はい、でカメラが今日はねこう後ろにあって今日も配信ですから配信を嫌だって言ってるわけじゃないんですよただその TBS の落語研究会はカメラがどこにあるかわからないんですだまし討ちみたいな感じなんです実は撮っていたぜみたいなそういう感じなんですよだからもう本当にどこをみんなが見ていいかわからないようなものがやっぱりそれでも普段はほらライブ中継じゃないですか今日もそうですけど、ね、お客様がいて笑っていただいたり。 もう寝てしまったりするにそういう環境を後ろの画面でああそのライブ中継を見るっていう感じなんですよ。ところがここいないともう向こうに話しかけるしかないわけその落語研究会はだから私も口調が変わらず皆さんこんにちは」みたいなもうちょっと向こうにこ感じにこう、ええ、すごい不思議な感じでしたよ、ええ、でそれで鳥で40分からしゃべってんですからはっきり言ってね拷問でしたその模様は多分いずれ放送になりますんで見てやってください。 カらカの寂しい、ええ、もう独演会で、ね、独壇場ですつまんないとか面白いとかもう皆さんがもう挟む余地もないただどんどん喋り続けて終わるという、ええ、だからちょっと緊張感のあるお稽古みたいなそういう感じですよ今日はいいですはいもうもうもうね皆さん、ね、こうして見ていただいて、ええ、ありがたいじゃないですか、ええ、ただねなんかこうあまり笑い声が聞こえないのはマスクがあるからでしょうね、ええ もうしょうがないですこれはでももう十分にあの今笑っていただいてるのがもう本当にありがたいことです。えー、私だって今日この講座が終わったら次いつあるか分かんないんですからもうリハビリがどんどん続くわけですよ。この1年ずっとリハビリしてるわけだからもう自分を疑りながらこう大丈夫になるだろうかと言いながら。 先ほども孝太郎師匠とね久しぶりに会って、えー、袖でお話ししてて「ね、お前はあの SN なんとかってやってんの推しいあともう一個なんですけど SNS です師なんつって、えーや「やってます」っつったら「そういう時代が来るのかな」みたいな「黒船だね」なんてこと言っててね時代が変わるときですよ今本当にそういう黒船も古いけどでも孝太郎師匠の言いたいことは分かりましたそうだなと思って僕も。 ええ、俺はもうね、もうこの年だけど、あんちゃんとか、ぴっかりちゃんとか、これから変えていくんだよなんておっしゃっていただいて、だでもどう変わっていくか、僕だってわからないですよ、ええ、皆さんもそうでしょう、ええ、でも一番この形がいいですよ、ええ、でも昨日あの翔太師匠が言ったとか言わないとかって話で、ええ、普段からこの客席でいいんじゃないかっていうね、横に人がいると狭苦しいから、これがベストなんじゃないかって、あの兄貴は言ったらしいですけれども、ええまあ、確かにね、ええ、ちょっとゆとりがあっていい感じですよ。ええ なんかねえ横に物をどんどん置いてみてください皆さんねこれ肘がなければ寝られるくらいですよ本当ね、えー、そんな感じでいきましょうもう,、えー、もう世の中表もうね、えー、ルールがもうどんどん厳しくなってますから、えー、そのぐらいがいいんじゃないでしょうか。 でこれから申し上げる話は、本当にもう、身のない会話をたらたらしゃべるばかりで、でもそれがいいですよね、なんかこう、危険なものがないですから、落語の世界にはね、コロナも津波もないし、大雨も降らないというのが、まことにいいところでございますけれども、まあそれでもね、この時期ですから、その時期なりのえ話でお付き合いいただこうかな、でもその、どうなんでしょう、今日もこの時間、終わってまた1時間後、もう一つ、2部が始まりますけれども、皆さんのこう時間感覚っていうのは面白いですね、どうなってるんだろうなと思いますね。 えー、あの時はね同じように1時間って刻んでてもこう隣同士みんな違うはずなんですよ。えー だからそういう意味で言うと楽しい時間はあっという間に過ぎるってこれが一番いい回ですよねだからあのお客様の,何でしょうその褒め言葉っていうのをね真摯にいつも受け止めてそういうのを本当に勇気づけられるんですよ我々はい,やいつもね言われてるでしょういやそういうことじゃないんですよやっぱりお客様の感想が一番ですからそれ飲食店と同じですよいくらシェフがねう前もん作ったったって食べたお客様がおいしくないって言えばもうそれが一番の答えですからだから皆さんの感想が一番なんですよ。 えだからその時間が早く感じたっていうのはまあ今回もリレーですけれども先輩がね後輩がこうバトン渡してくれて私で一番おしまいですからもうこう団体芸みたいな感じになってるんですけれどもそういうこうなんですかこう時間感覚えそれはやっぱりあの褒め言葉ですね「時間を早く感じた」って言われると「あいい時間を過ごしたんじゃないかなっていうふうに思うわけですよえだからあの笑っていても逆は良くないですよ「今日はとっても長かったですね」って言われるとね。<laughs> 「もう大反省するわけこうね家へ帰ってこれダメだったらなと思うんですよ。えーまあ、そんなね、えー、大変語が好きな男同士の話であちょこの一手、ね、この一目ちょっと待ったよしましょうよ。じゃ待ったなしって約束で始めたんですからこれで待ったしてごらんなさいよ。いつもと同じないえいえいえそんなことはないよ。 だっていつもはこの一手以外全部待ってもらってんだから。違うでしょねもういつもは待ったと待ったの間に仮に石置いてるだけだ。そうじゃね一個一個置く石を決めていこうってんだから。もうね違う遊びのようにねやってますよ。いやだからこの一手だけだから。あとは言わない。その代わりあなたのも一手待とう。これだったらいいでしょでもお前さんが二手待ってほしい。これはいけない。 ね、お互い一手ずつと決めるんですからそれでもお前さんがどうしても二手待ったしてほしい時には私も二手待ったをしますそうじゃいつもとおんなじになっちゃうじゃないですか今日は待ったなしって約束で始めたいやしかも私が言い出したんじゃないよあなたが言い出したんだそうでしょ私はいつも通りねうん もうまっただくさんの気の置けない碁を打とうと思ったらな目の色からしてしまって「待ったなしで行こう」大げさな話男気を感じるほどでしたそれは「待った待った」じゃね、うん、力もつかないまあまあそりゃそうだとお前さんの気持ちも分かって初めてまだ何十目と打ってない気持ちは分かりますけどこの一番はこれで遊びきりましょうよでその後いつもの「まただくさんやりますからいいいだから分かってんだよ私が言い出したから。 いや言い出したからこそだこの一手が悔しいっていうのはお前さんわからないあああああいやゃあ分かったあのグズグズ言って悪かったねほん本当のこと言おう、うん、これ間違えておいた <laughs> ここじゃなかったね、うん、あこっコックリさん見たいていうかとにこう動いちゃってさだめ <laughs> ああそうですか。 ダメじゃしょうがないああ,あ,あぼんやりしてたななんでここへ置いちゃったかなああやる気がうせた。<laughs> はい「はいはい分かりましたからその怖い顔してこっちを睨みなさんなたったこの一目だねたったこの一目の待ったが許されないようじゃ私だって言いたくないことの一言も言わなくちゃいけないおお言いなさいよどうぞ遠慮なくあ言いますよ言わなきゃあなたなんざわからないいいね今を去ること42年前の夏ですあなたも私も若かった同い年。 未だに同い年当たり前じゃありませんかうちはね親代々続く呉服屋に生まれ育ちました小さい自分からわがままいっぱい若旦那若旦那もてがやされる、ね、えお父っつぁにもしものことがあれば親父にもしものことあれば身代自分が一手に引き受けていかなきゃならないんだとそんな覚悟を決めたある夏の日の午後の昼下がりの夕暮れ時の真夜中の2時何時なんですかそれは一体夕暮れ時でしたかねガラスがカカカ泣いていたがな さあのれんに手をかけて「いらっしゃいませ着物をこしらいたいどうぞ10日であげてくれお前さんそう言った」。まあねこっちもまあなんですよねできないことはないでも万が一ってことが商売にはつきもんだから10日であがらない場合いかがいたしまい。いやそれは困るなんとか10日であげてもらいたいとお前さんこの一点張りだった。 でまた親父に言われてました「初めてのお客様ねあんまりこう懐を飛び込んでって根掘り葉掘り物を聞くというのは品がないことだでもね初めてだってお前さんと話しやすかったんだね聞いたんだ10日後何かおありですか?」。お前さんしゃべんのやめて下を向いちゃってああこれまずかったかなと思ったがお前さんがまたその。 とととつつ話をしだしたのを今も私はよく覚えているんだお恥ずかしい話ですが自分はこの年まで女性というものを知りません店じゃ片口で通っております、ねええー、番頭はじめ若い者が何とかこの自分を柔らかい人間にしようあの手この手で迫ってくるでされればされるほど自分もかくなになってしまうこんな自分にも初めて惚れた女ができたこれを番頭や店の若い者の力を借りず自分一人で。 この声を一つのものにまとめ上げたいんだとお前さんが熱く私に語ったのを覚えてますか?」。「はいはいそうでしたかねそうですよ聞きゃお前はその娘と10日後芝居を見に行く約束をしたそこで着ていく着物をこしらえたいそういう話だった嬉しいじゃないかいやでもね聞きはお前はしょどん問屋の若旦那だってことが分かった若旦那いい着物いくらでも持っていただろうそん時着ている着物だって確かよかったはずだ」。そしたたらお前さんはそうじゃないと言ったいや 気にしずきかもしれませんけれどもうちは醤油うゆ問屋着ている着物が醤油臭いと近所の子供によく生やし立てられるこれが気になって仕方がない卸したての着物で行きたいんだとお前の気持ちもよく分かった。ね い生き物をこしらえよう8日であげた褒めてもらいたいねその2日後お前がその娘と芝居を見に行ったんだろうあっちあん時はどういうわけかねなんだか自分のことのように心配したの今でも覚えてますようまくこうね、えー、話はこう弾んだか手ぐらいは握ったんじゃないかと明る日になってこうこうこうでしたでうまくいきましたなんかお前さんがうちに言いに来てくれるんじゃないかなんかそんなふうにあっちはね思って待ってたが考えてみたら今のような友達付き合いは始まってない。 来るわけはないない2日経つ3日4日5日と経つうちあちはお前のことはすっかり忘れちまった10日ほど経って「来たんだお前さんおどうしましたおかげさまであれから三度会うことができて一緒になってもらいたい思いを告げることができたところが向こうに言われたとうちは親一人子一人ですよあなたのところへ嫁げばお父さつんが一人になってしまいますから少し考えさせてもらいたい」つまりお前がそこ悩んじまってあちはそこでお前から恋の相談を受けたわけだな。 ははい、はいそうでしたかねそうですよ私の言ったことを覚えてますかもうねあの私も若旦那だけどお前とはまるで違うあっちは柔らかい若旦那でね、まあ、分かりやすく言うとよく落音出てくるようなね、うん、そういう若旦那だ。うん もう道楽が過ぎてどうしょうがないもう周りがね日夜こうどうやって固くしようかこの男をってんでね話している声が耳に入りましただから言ったでしょ女の人の気持ちに合わせましょうって話ですよ男は弱っちいからなすぐに答えを聞きたがるなうん白か黒かゼロか百かと迫るだろ女の人はね大変なんだどんな男のうちに嫁ぐったって並々ならぬ覚悟がいるなましてお前んとは醤油うゆ問屋だ お前が何だ近所のことも醤油臭いとか言われてんだろかみさんも言われるよないやー醤油女なんて新しい妖怪でも誕生したかのようだそういう覚悟を決めなくちゃいけないな慌ててはいけない焦ってはいけないってことをお前に教えたつまりそこで待つことの大切さを教えたでしょうその結果どうなった今孫は何人いるそれはなぜあの時待ったからだそれを思えば この一てくらい待てないことはないだろうかなり力技でしたねお前さん別な話だと思って聞いてましたよ千はやふじゃないんですからこれね何ですかたったこの一目のことでそんな出会いの話を持ち出して待ちなさいあのね私ねこの話聞く前なら待ったかもしれませんが聞いた先からはとっても待てない あなたもででですす、ね、すね、えー、強情ですねねあなた知らないかも分かりませんけど私は子どもの自分から合情で通ってます。そうですか。は私の家だ。ねこの番だってそう。これ私の番ですから。考えてみりゃ二人がここでこんなことしてるから喧嘩になる。やらなきゃよかった。 終わりあああああたまた壊しちゃうことはないでしょあなたもわがままですねわがままですねあなた知らないかもわかりませんけど私は子供の自分からわがままで通ってますそうですかそういう方とお付き合いはできないい帰る帰るおお帰れとも言わないのに帰るのか帰れ帰れなんだい 平坊なあ,あ平坊だ何言ってやんで平坊はああたじゃないかサンドル1ドは負けなき張り合いもつくまいこっちはわざと負けてその気になって勝った気になって何言ってやんでまさんざるだざる隙間だらけ本輪であと5は打たないその方がいいねってやんで小僧さんな向迎えに起こすな当たり前だ誰か小僧なんぞ迎えにやるもんか敬礼敬れ,けれもうたった一目ですよ お孫さん何人もいよう、そういう男同士がこんな喧嘩をいたしまして、初めのうちはその孫の手を引いて、ね、えー、上野へ行こう、浅草へ行こう、えー、大手町へ出てみようなんて言えば、気も紛れますけれども、お互いが大棚の旦那でございますね。店の方は、せがれや番頭に任せて楽隠居、空いた時間、互いが碁で穴埋めをしていた、こういう話で、これが旗となくなりますから、さあ退屈してまいります。そこへまた3、4日、雨でも降り続こうもんなら、気分もどんよりしてまいりまして。 呉がたは憎さも憎し懐かし、うまいことが言ってございます。はあ、よく降るね。なんで空にこんな水があるんだろうな。 雨なんんて嫌いだ気が利かねえもんこんなまとまって降ったってしょうがねえだろみんな流れちゃうんだからいやだから毎日降ればいい夕方だけとかねで水まかねで済むからみんなに喜ばれるバ馬鹿なんだなああコも吸いすぎたな口の中ヤニだらけだこれうんああお茶もだいぶ飲んだね朝から何度便所に行ったか分からねえ こち便所行くためにお茶飲んでるみたいだからな無駄だ無駄だ晴れたらいいね気分がパーッとね明るくなるよ <laughs> あ,あでもな晴れたら晴れたでまたおテント様見ながら一日ぼんやりしちゃうね <laughs> そうなんだよこういう雨の日なんだよな打ってられるとちょうどいいんだよ はあはあしょうがねえやなあれと喧嘩になっちゃったからな待ったなしで行こうっつったの私待ったっつったのは私だよでもそんなことはもうこっちは忘れてるんだ来ればいいんだよだからまあと言ってねご外所に行けばいいかってそういうことじゃないあんなとこ行ったって相手がいない強すぎて気づいたらもう負けてんだからな面白くないよそうだからね相手ってのあるなと思うなうん そう勝ったり負けたりちょうどいいんだあいつと私やなそうだ小僧を迎えに行かすかああそれなんかなそうあれと喧嘩になったってあいつに短歌切られた小僧さんを迎えに起こすな誰が迎えにやるもんかってそう言った仲直りはいいんだけどなあ,あの短歌切られといて小僧を迎えに行かすのは悔しいな はああ何してんだろうねあの男は。人生ってのは碁ができないとこんなに退屈だと思わなかったな小僧を迎えに起こすがいいよなあいつもあそうだ私が余計なこと言ったんだ小僧さん迎えに起こすなんてああそうだあの男はね そううああいうこと気にする男だよ、うんうん、仲直りもいいけれどもあいつに短歌切られといて小僧だけは迎えにやらせたくないとかね多分三30秒ぐらい前に言ってると思うんだよね。っ <laughs> たくまあでもあの喧嘩あいつが悪いだろう待ったなしでいこう待ったえー、冗談じゃないよばあさんとのなれそめだすっかり聞かされてあんな忘れてたことを聞かされたもんだから。 この頃もう島であんなことばっかり頭の中ぐる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 巡ってんだよ。冗談じゃねえや本当にな。ああでもなあいつの言う通りあの人って待ってやったらどうなったかなあの勝負こっちは負けたか負けたって何であと3番続けてこっちは勝ちはいいだけの話だったんだよ。 待ってやれよかったかな行ってみようかそうだ散歩に出よう店の前通りあいつはね大概店で座ってるよこんなタバコ吸ってんだからで通る私の姿見てね黙ってる男じゃないおいどっか行くのかいなんか声かけるよなえいや別にどこって音じゃない 近所買い物に出たんだじゃあ帰り寄りなようん <laughs> それでパチリこれがいいそうしようおばあさんちょいっと出かけるからあらおじいさんどちらへあらっおよしなさい行くとまた喧嘩なんだから喧嘩ならしねえよあいつの地位こうってんじゃないあいつの地の前取ってみるだけだよ傘貸していやあっちはもう駄目だ,めだうん もばらばらもう破けちゃって骨がもうばらばらになっちゃってえ貸せませんなんで買い物に出ますからあそっかあこないだ背柄を持ってきたコウモリが一本あったな店へ持ってっちゃってそれっきりですなんだよ院居所だって傘ぐらい何本かあっていいだろじゃ今元このな傘が一本かいじゃお前さんと二人で出かけようって時どうすんだよ困るじゃないかい。んだなあ せっかく出ようと思ってのこの雨だよ。なあ。いやいや買い物は分かってますよ。あっち今すぐ出たい。買い物はもうちょっと後で行くだろ。行ってすぐ帰ってこよってんだから貸しておくれよ。じゃあお前さん何かいこの雨で私濡れていけっていうのか。あらおじいさんそんな嫌なことは言ってないでしょ。ただ私は傘を持ってってはいけませんよって。言ってるよそれ。言い方の問題だ本当に。いいよ。借りませんよ。 そうだなやらずの雨だな、うん、おおいいもの見つけたよ、ね、え昔これお山した時のすげ傘え傘えあああかぶれ傘の代わりになるんじゃねえかこれだってほらこうやっ,ってねっこっち <laughs> じゃあちょいと行ってくるからあらおよしなさい変な格好して傘地蔵みたいよおじいさん人に拝まれちゃう拝まれやしねい本当に作るようまいうまい濡れねえ濡れねえああもっと早くにこの手に気がつけよかったな傘なんかさせるよりね頭のっけとけばいいんだから楽でいいやなあでもこれだよねこれでね うん、あいつが店座ってるやいけどいなきゃな町内一回りしけっつくるだけだからな。と言ってここだここなんだよあいついるかなとうちの中を覗き込むその覗いてるこの姿をねあいつやねまたあそこの小僧なんかに見られるとねめんどくさいようんうね口の悪い小僧だからねなんか物欲しそうにだって見てもして言うとかってねもうずっとくどくど言うんだうん。 中の様子は見てえけど声は向こうからかけてほしいじゃねえかなうんだなちょいとちょいとごみたいんだなちょいと見ればいいそう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 見てなくていいちょいとだけ見ればいい、うん、こうやってさあのあ,あ,、まあじゃあこうやって行こうこうやってな、うん、こうやって行きゃいこうやって「田吉こっちへ来なさいあのさっきお前表の掃除をしてたろあのいいかい何度も同じことを言わせるんじゃないね これはね前にもいっぺん言ってますよお前はね面倒くさがあるからいけないそうだろあのこのねいいかい入り口ってのお客様がこう来る、ね、店の顔なんだからねもう丁寧に拭かなきゃいけない一回薄いた雑巾で何度もこうなぜ来るからお前はほらなめくじが張ったあとみたいにお前の通った後とがわかるそういうことを面倒くさがる何度も雑巾が薄いでこうねそれで拭かなきゃいけないってそういう話をね何度も言わせるんじゃないのだからそのいや はい、いいいももううう気をつけまもう向こう行っていいから番頭さん何をそんな驚いた顔してあくびすんだったら脇向いてあくびしななんな何でいかにも暇そうに表へ向かってクー通る人が飲まれるかと思うええもう見ればわかる退屈の塊ですよ私はもうしょうがないよなあれと喧嘩したからこんな退屈な趣味が始まっちゃったんだあ ちょっとね、そう、ああやっと思い出した、もうお前とどうしても話をしたいことがあった、何かじゃない、忘れちゃうといけないから、また話が遠いからもっとこっちへ来なさい、何かじゃないよ、あれとほら、喧嘩になったろ、ゴー打ってて、あっちのいつもの部屋で、で、そのな、あの喧嘩の最中で、お前さん、こうちょっとこうな、ふすむ開けて覗いたろ、すいませんじゃないよ、そこで謝ってほしいんじゃない、その先を聞きなさい、私、あの時ね、なんて間のいい番頭だと思いました、ああよかった。 仲裁してもらおう一色名めくばせしてたお前なんだお前ん引っ込んじゃって何にも気づいてくれやしないいいそらい言い過ぎましたいろいろねでもそんなことはもういいんだそうだろどれほど長い付き合いだと思ってる喧嘩もしましたいくらもでもねこんなに合わなかったことはただの一時もないよ今までにな。バカだよ本当に来ればいいんだよああもうあいつの性分分かってるもん強情だからね いや向こうから言わせればわがままかもしれないけど強情だからねもう行ったら、ね、来られないしょうがないってバカやあいつは本当にえまあおかげでね毎日が長く感じるよ本当にあそうだよ番頭さんあの日から今日まででさ夜より昼の方が長くなったよなそんなことはありませんそんなことはあるよ豪雨打ったらとっくに夜だ見ろいつまでも昼間だこれ天気はだつよバカにし始めて頂点じゃないよ本当にえ いやだからさい,いいんだよ小僧を迎えに行かしてもねでも来たっていいだろ別に迎えになんか行かなくったってうちでやるの分かってんだからったくまあ退屈してますよ私がこんなに退屈ってあの男が退屈してないわけやな、ね、んご会書なんか行って打てる子じゃないんだあんなものはえ、ね、分かってますよ本当にバカだよあいつもう来ればもう,もう本当にイライラする何をしてんだこんな雨が降っててさバカだよ本当に。 おいおい来たよ来たようわをすりゃ影かだよえ我慢できるわけやないい,いでいいで来てくれりゃおい番ンを持っといて、うん、いつもの部屋だうんあのねそれからあれで来たからそうお茶をすぐ入れなさい、うん、であれ甘いもんが好きだろ何かあるかい今日何があるようかようかいいねようかん厚めに切ってあげ厚めに切るんだいえまん、あ、めんどくさい一本どんと置いとけばいいよ <laughs> 来てくれりゃそれでいいよえー、あれ変な格好して来たね すげ傘なんとかぶってきて、見慣れない形だね。やに首を振りながらくるね。勘が起きたかね。もう心配だね。向こう側歩いてるなんだで、いつもね、こっち側からすっとヘイリアンなんだ。なとこ歩いて。<coughs> <coughs> 行っっちゃった向こうへうちへ来たんじゃないのかねいやだから誤前所じゃないってそう言ってんだろ私としかねうてああ <laughs> 戻ってきたあ今度はねこんちはぐらいのことは言うないや言わないことはない私がこうこ座ってんのあの男がちゃんと分かってるいやい分かってないことはないこうやっちゃ見てんだから分かってんだよまた向こう側だ何を世話しなくパカったなあいつは。<laughs> 帰っちゃったよあいつは嫌なやつだね私がこう座ってんの分かって帰るかああいう男だよまったくなんだと思ってやん人のことまたあんなことにいた帰ってなかった向こうのポストなけっつったって考え込んじゃってどっちがポストだか分かんなくなっちゃう入りにくい入るようにしてやろうおい をね、あの店へ持ってきておくれ店へうんそうそう重いから気をつけてそうそうそうここへここへここへ置ここきなさいうんえ白は向こう黒は私だよはい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 あ、これですよこれですよで、ね、これでねパチリってでね <laughs> パチリてこの音につられて入りますよあの男はこれを聞いて申す素通りはできないはずだわがままだねあいつは待ったなしでいこう待ったったのみんなあいつだよったくまあ了の ねえ小さい野郎だまだあのことを根に思ってるね初めなんだとった時は細い目見開きやがって人のことをぎっとにらみつけやがる二度目でとったら顎で人を調圧してきやがった売る喧嘩なら買ってやるかあんなやつに負けやしめパチリいい音だなあ,あいつんちらまたね番外石も膨らみがあるよ番石のいいのですとね 二目型は強く打てるってんだよ。ああ、何年もゴ打ってないような気がするな。え、誰とやってんだあいつ。相手ができたか。 相手ができたと穏やかじゃないそれは許せませんよあいつの相手は私だけなどうなこと言っちゃうどうだっちゃいけない何だってんだ全く出てきた出てきたさあさあここを見ろここを見ろほらほらどこ行くんだほら無駄にくるくる回転するんじゃない危ないからほら目が回るだろう。倒れるからほらおいヘボなんだなんか言ったなヘボっつったなヘボだろう。待ってくれと言って待てないぐらいだからヘボだ待ってくれと言う方がよほどヘボだ 「大ざる」「番が出てんだざるだかヘボだか一番くるか」。 よーしさあおいでさあおいで私が悪かったいや私こそ悪かった <laughs> 喧嘩したって始まらないんだからねこれから待っただくさんでいきますから待ったのために5を打ちますからかぶりがさとりますんでねちょっと待って早速待ったですかもうどんどんいきましょういやでもねやはり待ったはよしませんかどうしてですよまた喧嘩になりますこの一番打つまで長かった待つのはもうこりごり。